スケトウダラは、タラモキタラカに属する魚類。スケソウダラとも呼ばれる。北、太平洋に広く分布するタラの一種で、重要な漁業資源となっている。北、太平洋に広く分布し、その範囲は、日本海、茨城県以北の太平洋沿岸、オホーツク海、ベーリング海、カリフォルニア州沿岸までとなっている。しかし、広い範囲を回遊せず比較的狭い範囲の群れを、 形成していると考えられている。産卵期以外は、水深500メートルまでの沿岸や大陸放射面の海底近くに生息する。最も多いのは、水深200メートル前後。海水温が低下する産卵期には、浅葉や海面近くに現れることもある。体長約70センチメートル、最大で全長1メートル程度、体重1400グラムに達するが寿命は不明である。 3歳以上で生成熟し、産卵期は海域によって異なり12月から翌年3月、分離鎮静卵を産卵する。稚魚は春先の卵巣類の大増殖期の頃に孵化し、成長すると沖合の深い海域に移動する。年球と魚体の大きさの関係は、4歳 36cm499g、5歳 41cm525g。 6歳 44cm592g、7歳 47cm660g。マダラよりは小さい。背側の体色は褐色で、マダラ模様がつながった2本の立て体模様がある。腹側は白色。タラ類に共通の特徴である3基の背びれと2基の尻びれを持つ。外見はマダラやコマイに似るが、スケトウダラは目が大きく。 下顎が上顎より前に出ており、口ひげはほとんど目立たない。肉食性で、貝類、頭足類、甲殻類、小魚などいろいろな小動物を捕食する。日本付近の群れは産卵場所と生育場所が異なる、日本海北部海群、根室海峡、オホーツク海南部、太平洋海群に分けられる。独立行政法人水産総合研究センターの報告によれば、 スケトーダーラ太平洋系群の資源量は、1981年から2005年度までは、約90万トンから130万トン程度の範囲で増減していたが、1993年度以降、急減し2006年度以降も、減少傾向が続き2010年度は、83万トン程度と推定されている。冷彩魚の新規加入量の多かった年は、 1981外1982系1991兆1994億1995万2千であるが、1996年以降は、おおむね新規化流量、新魚の比率が低い値で推移している。日本周辺での漁獲量減少は乱獲が指摘されているほか、津島暖流の強制や水温の上昇による海流経路の変化から、 産卵海域が縮小している、可能性も報告されている。漁獲の対象となるのは2材魚以上で、オホーツク海を中心として、沿岸での底引き網や生え縄などで漁獲されるが、TASC 制度により、海域ごとに漁法と期間が規定されている。ロシアの排他的経済水域設定以前は、オホーツク海、サハリン沿岸、北方四島周辺海域は工業場で、トロール船による、 漁獲量が多かった。一般に、スケソ、あるいは、スケソとも呼ばれ、その名の由来には、諸説がある。佐渡について書かれた資料、平保録によれば、佐渡には、スケトという魚があり、漢字で、佐渡と書く、と記述されており、佐渡を、名前の由来とした魚だという。また、竹の初めの主張によれば、もともとは、スケソという名前であり、 スケムネダラという字が当てじされたことに由来するという。体現会によれば、サケヌタラが添加して、スケタラとなったのが、名前の由来とされる。また、タラを漁獲するのには、人手が必要であることから、漁に、スケットが必要なタラということで、スケットダラを由来とする説もあるが、この由来は、いささかうがった見方だと指摘されている。地方により様々な呼び名があり、 新潟県でスケトウナツトウダラヨイダラ、富山県でキジダラキダラシラミダラ、島根県でスケドウなどと呼ばれるほか、明太明太などと呼ぶ地域もあり、明太子種の名はここから来ている。また、2から3歳くらいの未成魚をピンスケ、ピンコ、それより小さいものをマゴスケ、釘などと呼び分けることもある。学名のテラグラチャルコグラマは、オットセイの餌となる、真鍮色の模様という意味を持つ。 朝鮮語では、ミョンテ、ロシア語では、ミンターイと呼ばれる。日本においては重要な水産資源である一方で、痛みが早いため鮮魚として流通することは少なく、かまぼこをはじめとする魚肉練り製品の主原料としての、需要が多い。また、養殖魚の配合飼料のほか加工残砂は、家畜類の飼料や肥料として利用される。冷凍技術が発達する以前は、鮮度が低下した魚は、 肥料として利用されていた。加工用途以外では、フライアムニエル、乾物の棒ダラに多く利用される。脂肪が少ない脂質で水っぽく生殖には適さない。また、スケトウダラの卵巣は比較的沈調されており、塩漬けにしたタラコや唐辛子を加えた、辛子明太子が作られる。また、白子は、タチと呼ばれ、味噌汁等に利用されるが、マダラの白子に比べると、 味が劣るため価格は安い。ありがとうございます。